韓国三大河川と総橋川水系の比較地図。総橋川の水系図中、極、橋川、無限川の日本は国家河川、火山川は地方河川。極橋川は車峰に橋を発して、火山湾付近で総橋川と合流する韓国の河川である。長さは 84.6km、流域面積は1007.03平方 km。 極端川は、中西南道天安市東南区広の利面院、徳里にある車霊北側に橋を発し、まもなく道広の利面院特里内で、地方一級河川に切り替わり、河山市温洋道で温洋川と出会って、国家河川に再び切り替わる。河山湾に流れ込む川口付近である、河山市人州面大戸里で、総橋川と合流する。極端川は、総橋川に流入する。 総橋川水系の第一支流で、おおよその区間は国家河川だが、一部区間が地方一級河川と地方二級河川で構成されている。天安地域に相当する区間は地方一級河川と地方二級河川に指定されている。極橋川の地方一級河川区間は、大統領令第16,535号に依拠して、広の利面暗図定から、 ガザン市の国家河川終点まで指定され、地方二級河川区間は、中西南道国寺に移居して、広野メイン徳里から安洲帝里の終点まで指定された。極橋川は、中西南道天安市東南区広野メイン、徳里にある車霊一帯に橋を発し、道市東南区広野メ面太平座安洲帝座を通り、清掃特別自治市の、前義メ柳川座と、 恋面区もどう里、恋里、大屋里を通り、再び天安市に入って、東南区豊か西面か松里と、南里、竜、伊里、三大里、河山市のハイカオ塩そば湯、温陽堂新正面、先手の平面、湯、井野もなどを経由して、河山市人周面大音里で、総橋川に流れ込む。豊か土地川、天安川、梅谷川、 竜図川、音陽川などの支流が所々で流れ込む。昔、河山市をそばゆう一帯の河川に木でかけた曲がっている橋があって、河川の前の村を曲がった橋と呼び、漢字で曲橋里と呼ぶと同時に、村の前の河川を曲がった橋川、または曲橋川と呼ばれたという。1872年地方地図に曲橋と曲橋点が現れ、 大東予地図にも極境が現れているが、河川の名称は、魅力側と表示されている。極橋川は、一部の区間では違った名前で呼ぶが、豊か西面では、神川、関根または、よもぎえ川と呼び、河山市ハイカオル湯から、よもぎ川尻、よもぎ湖、よもぎ湖、ぎ湖または、よもぎえ川と呼ぶ。上流では、今でも曲がった橋川と呼ばれており、 火山ンシ,シをオばゆうー極橋里に至って極橋川と呼ばれる。極橋川、または曲がった橋川という名称は、川の極流が甚だしいとの意味だとも、滝木で橋を作ったとき、橋の重力を支えるために、アーチ型に上に曲げるように作った橋との意味だともいう。流域一帯には、リチュブ港遺跡地であるリチュブ港遺居とリチュブ港墓所、音葉民族博物館、豊かさい魔物、 温陽我門などの観光名所がある。また、画山市内の極端川の河川地域は、開発が盛んで、極端川市民体育公園や極端川銀南、並木道などがある。特に校舎は、観光名所として有名である。極端川は、総端川、無限川とともに、冷凍平野に水を供給する。ありがとうございます。